はい、おはようございます。キューマさんです。今回も引き続き、ダイングライト、フォローイング進めたいと思います。前回ね、水が溢れ出てしまったんで、パイプをちょっとこうひねってくれみたいなね、っていうのがざっくり説明ですけどもありましたんで、それをこうひねりにこのパイプを沿ってずっとこう突き進んでまいりました。まあ何回か失敗しちゃいましたけども無事、成功することができまして、まあありというね、男の人からよくやってくれたみたいなこと言われて、これじゃあシールに話しとくからねみたいなこと言われたんで、まあ多分こっから私ね仲良くなっていけるんじゃないかなと思われます。ひとまずこのパイプに沿って、元の場所に戻って車を乗って、ジャシールに話しに行きたいと思います。はい、それではダッシュで向かってみましょう。どうぞと落ちちゃいました。まあどっちでもいいんだもん。とりあえずこのパイプに沿って戻っていきましょう。これもしかしたらね、車のね、救済措置のために、別に倉庫にあっても、戻れる感じなんですけどね。もしかしたら、ボタン一つで、元の村まで車が戻ってくるかもしれないですけども、まあ、もしも戻ってこなかった時のことを考えて、とりあえず、元の車のあった場所まで戻っていきたいと思います。お、近くに未開城の安全地区がある？どこだ？ここのこと？あ、赤の家マークがあるとこか。ちょっとだけ寄り道してみましょう。ここのことですよね。あ、ゾンビがいるんで倒してくれってやつなんでしょうか。とりあえずちょっと、あ、開かない。あ、よくありがちな、こう扉をこう閉めるパターンですね。えらい手怪我してますけど、クレーン君。あともう一つ、こっちの入り口もこう閉じる。あ、これでいけんのかな。はい、安全地区を確保しました。地下に何があるんだ。まあこれといって何もないですけど。今後出入りは上からになるんでしょうかね。お、なんだこれ。なんかあっちゃこっちゃと音がするのがちょっと気持ち悪いんですけど。はい、安全地区から出ました。パイプに沿ってまた行きたいんだけども、こっちですね。左に、ああ、左が目的地なんだけども、来る前やっぱ一応取りに行こうか。ああ、毒吐きゾンビが。もうあんなやつ虫だ。こう上乗れるんなら乗ってった方が安全なんだろうけど、乗れる？乗ったぜ。よいしょ。あ、乗れねえ。これ乗れねえ。よっしゃ。
戻れそうかな、もうこれで。とや、はい、戻ってきました。で、車どこあんだっけ。あ、こっちか。車こっちに乗り捨ててたからあるかな。あ、車が多分位置リセット。あ、もう車マーク地図にありましたね。見落としてました。お、あるある。ゾンビも多いな、これ。これ車乗るまでが大変なような気がしますけど。とりあえずちょっとこっちに引き付けておいて。早速車に乗って戻りましょう。行き過ぎ。ガーン。ドカーン。元の場所へ戻りましょう。ドカーン。これゾンビをね、体当たりすることで多少スキルがなんか上がるらしいんでね、大いに見つけたらこうぶつけてみたいと思いますが、おらよーと。スピード速えな車。おら、毒、なんか毒ったなこれ。これいけんのこれ。ドカーン。痛い。痛い。もう運転下手すぎ。ここで車止めててもいいよね、俺ね。降ります。ガソリンね、ちょっと見つけてきたんで補給してみましょう。長押し。お。おお。はい、結構ね、途中見つけてきたんで。これ修理、まあいいや、もうめんどくせえ。ちょっと。お、なんだなんだ。おお、水が出てきて喜んじゃってるモードになってますね、今これね。これあの、救世主、こう、クレイン君が、こう、屋根の上から登場的な。はっはっは、みたいなね。というか、ジャシールにまず話しに、いや、こいつらにちょっと。ミラクル。It's a damn miracle.ミラコー、こう俺のおかげだよ、俺のおかげなんだよ、このケマル、ケマル。おい、ちょっと、俺が、これ水出るようにしたんだよ、これ。ちょ、分かってんの、これ。ちょっと、俺がやったんだよ、これ。おい、ちびっこ、俺がやったんだよ、これ。目つき悪いな、こいつ。こうパシャパシャしてんじゃねえ、これ。ちくしょう、やり損。あ、びっくりマークなんか出てんな。おえずきちゃん。これ、えずぎだな。えずぎちゃん。Thank you, Kyle. お I guess one man with a death wish can be a great help to those who just want to live in peace. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Well, in any case.You really did something spectacular for the people here. Try talking with my father now. I bet his tune will change. Thanks, Eski. No, thank you. これでエズキちゃんともちょっと親密度アップ的な感じですね。これときめきメモリアル的に言うとこうなんかこうこう信頼度的なものがちょっとポニョッとこう上がっちゃう。あれどこ行った？てか丸印ついてんじゃん。どこだ、どこにいんですか。あ、おいた。Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker.
Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. お、なんだ。お、座ってはな、お、椅子ない。椅子がない。Vizier and Haran, we're running out of antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers for the mother. 宗教的なもん？I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. We have no need of Antonsen, or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? You're serious about this? All right then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. お、なんだこれ。信頼レベル？太陽の子たちの秘密を知るためにはマザーに忠誠を誓う、フェイスレスたちの信頼を得る必要がある。クエストを遂行し人々を助け信頼レベルを上げよう。なんかぼんやり感あるけど、まあなんとなくやっていくうちにわかるでしょう。なんだ。よそ者へ。最初からよそ者じゃないのこれ。救助でビラールと会う。最初からもうよそ者なんだけど、まあまあいいか。救助でビラールと会うっていうところまで来ちゃいましたね。あ、みんなもどっか、離れ離れになっちゃって。まあ、とりあえず、救助でビラールと会うっていうのがクエスト発生しました。まあね、あんま長くなっちゃうとあれなんで、今回はこの辺にしときましょう。まあというか、今回この辺も何も元の村に戻ってきただけのことなんで、まああんまり内容が大したことないですけども、まあということなんで、ちょっと話が進んだんで、また次回この続き進めたいと思います。この動画が良ければ、グッドボタン、まあ大したことは良くないな。まあ、押せなくても大丈夫。チャンネル登録はしても大丈夫。3回くらいしちゃってください。ということで、今回はこの辺にしておきます。ではまた次回、よろしくね。さよなら。